はい、ズキです。本日はソフトバンク端末の SIM ロック解除方法を見ていきたいと思います。まず SIM ロックって何という方のためにご説明すると、ドコモ、au、ソフトバンクなどの大手通信会社で契約したスマートフォンには、その契約した通信会社の SIM でしか利用できないようロックがかかっています。これを解除すると他の通信会社の SIM でも利用できるようになり、契約する通信会社の選択肢が広がるというわけです。もちろん契約している通信会社の SIM をそのまま利用することもできれば、さまざまな格安 SIM を使うことができるようにもなり、月額維持費が安くできる可能性が出てきます。そういう点から、例えばスマートフォンを買取業者さんに売る場合、同じスマートフォンでも SIM ロック解除済みのスマートフォンの方が高く売れたりします。フリマアプリ等を使った個人売買でもこの傾向は強く、 SIM ロック解除済みですかと質問されることも多いかと思います。SIM ロック解除は実店舗に持ち込んで依頼することもできますが、お店でお願いすると約3000円の手数料が発生してしまうので、手数料が発生しないネット経由での解除をお勧めします。 SIM ロック解除できるか否かには条件があって、分割購入してその分割額を支払い中の場合、購入から101日経過している必要があります。なお一括購入した端末の場合は購入した即日に解除可能です。私はスマートフォンをすべて一括購入していますが、その理由の一つはこの買ったその日に SIM ロックを解除できるというメリットがあるからです。ネット経由での SIM ロック解除も慣れれば数分、初めての方でも10分ほどあればできてしまうので、ぜひチャレンジしてみてください。通信会社によって手順が異なりますが、今回は私も初めてやるソフトバンクで実践してみたいと思います。ソフトバンクの SIM ロック解除条件は契約者本人の端末であること、つまり友人から買ったり売買サイトを通じて購入した端末は不可となっています。次に2015年5月以降発売の対象機種であること、またネットワーク利用制限、おまかせロックなどの各種ロックがかかっていない必要があります。なお回線解約後も90日以内であれば SIM ロック解除可能です。ではやっていきましょう。ネットでマイソフトバンクと検索し、移動するとログイン画面が出てきますので、契約している携帯電話番号と登録済みのパスワードを入力します。今回は PC から解除しますが、スマートフォンからもほぼ同様の手順で解除可能です。ログインできたら契約オプション管理を選択します。スマートフォンからの手続きなどで契約オプション管理が表示されない場合、右上の3本線メニューをタップすると表示されると思います。次に SIM ロック解除手続きを選択します。この項目が表示されない場合はオプションをタップすると表示されると思います。 IME 番号を求められますので入力します。IME 番号とはそれぞれのスマートフォン独自の製造番号です。スマートフォンの設定、システム、端末情報をタップすると IMEI と表示されますので、そこに表示されている番号を入力しましょう。なおこの IME 番号は電話のダイヤル入力で米シャープ06シャープと入力することで表示させることもできます。米シャープ06シャープと入力するとこのように表示されます。IME 番号を入力して次へを押すと手続きが完了し、解除コードが表示されます。 Android 端末の場合、端末側で解除コードの入力が必要になりますので、このコードは必ず控えておきましょう。端末側の SIM ロック解除方法ですが、他社の SIM を挿し SIM ロック解除キー入力画面が表示されれば、先ほど発行された解除キーを入力しロック解除をタップすると完了とのことです。ちなみに私はこれまでドコモ au でネット経由での SIM ロック解除をやっていますが、他社の SIM を求められたことはないので、これはソフトバンクだけの仕様かと思われます。なおこちらアクオスゼロ以前にソフトバンクで契約していたピクセル 3XL を先ほど SIM ロック解除しましたが、機種変済みの、つまりソフトバンクとは契約が切れているからなのか、 SIM ロック解除キーが求められることなく SIM ロック解除できています。アクオスゼロではピクセル 3XL で通知された表示が出ませんでしたので、一旦別会社の SIM を挿してやってみたいと思います。はい、ソフトバンクの SIM から格安 SIM OCN モバイル1の SIM に差し替えたところ、このようにロック解除キーを入力する画面が出てきました。解除コードを入力してみます。解除コードを入力することで無事 SIM ロック解除ができましたので、試しに電話をかけてみましょう。
はい、今挿している SIM はドコモ系の SIM になりますが、無事に通話することができました。ただし注意点として、このドコモ系の SIM、 OCA のモバイル1の SIM でデータ通信しようとするとこのような表示が出てしまい、データ通信することはできませんでした。これについてソフトバンクに確認すると、ソフトバンク以外の SIM を利用して起こった事象についてはその SIM の通信会社で確認してくださいとのことでしたので、この SIM の通信会社 OCN モバイル1に確認したところ、端末が新しすぎるためまだ対応していない可能性もありますとのことでした。この件については分かり次第また続報としてお伝えしたいと思います。何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄までお願いいたします。ということで本日のまとめ、3つのポイントです。ソフトバンクで SIM ロック解除するには一定の解除条件がある。 SIM ロック解除を無料で行うにはサイト経由、マイソフトバンク経由で行えばよい。ただしその場合、ソフトバンク以外の SIM を用意してサイトで発行された SIM ロック解除のための解除コードを入力する必要がある。なお買取業者さんによっては、解除コードさえあれば端末に入力しないままでも大丈夫という業者さんもいらっしゃいますので、他社の SIM カードを用意できない、持っていないという方は相談してみましょう。私の端末ではこちら Pixel 3XL、 Aquos 0、 どちらもソフトバンクで契約したものですが、 Pixel 3XL については解除コード不要で、 SIM ロック解除コードを入力せずとも SIM ロック解除でき、ソフトバンク以外の SIM で問題なく通話通信できています。試しにこちら Aquos 0にはドコモ系の SIM、 OCN モバイル1が刺さっていてデータ通信ができない状態です。Pixel 3XL にはソフトバンクで契約した SIM が刺さっていて、通話通信とも問題なくできています。一旦 SIM を入れ替えてみましょう。はい、今 Pixel 3XL に OCN モバイル1ドコモ系の SIM を刺しましたが、問題なく通話通信できています。一方 Aquos 0については SIM ロック解除コードが必要で、ソフトバンク以外の SIM を挿して解除コードを入力することでロック解除できましたが、 SIM 側の問題なのか、通話はできるが通信はできないという状態になっています。特に新しい端末やキャリア専売の端末だと、他社の SIM に対応するまで時間がかかる場合もあるようです。いずれにしても SIM ロック解除はメリットこそあれ、デメリットはないと思いますので、できるのであればしておくことをお勧めいたします。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。毎週平日の月曜日夜8時からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。